ま黒田官兵衛の水吾君いかがだったでしょうか。戦国時代という戦乱を生き抜いて難しい秀吉の部下として最後まで伝えて彼のおかげで秀吉は日本で天下を取ったわけですがその最,最大の 力になった黒田寛兵衛が導き出したこの5つの教えについてはですね皆様の人生にもきっと役立つと思います今日最後第5足を持ってこのシリーズを終了いたしますが5足について簡単に説明させてください5足ではこう書いてます要要として太陽を満たし時には蒸気となり雲となり雨となり雪となり荒れとな その姿は次々変わるけれども本質は変わらない温度や入れ物によって形や形を丸や四角に変えるけれどもそれは生きていくための方便である与えられた環境の中でいかに柔軟に変化して成長できるかが大切なんだと温度の変化や器の形によって次々と自らの形を変化させますが 気体、気体、固体に変化しながらもその本質は一切変化,変化しないのが水であると。人間もまた変化に対応するのに常に柔軟であれと。自分が生きていく環境の中でいかにして最大の努力を行えるかが大切だと。そう唱えています。この水の生き方、水、悟君、これはですね、我々の生き方にもきっと、 参考になると思いますこの特に第5足はですねいろいろな形に変わるけれども不安らい動して自分をなくすことがないように自分の本来の心をしっかりと持つべきだと言ってますはい、最後になりますそれでは高野の水悟んの5番目どのようにして自分の心をきっちりと守っているのかということをお伝えしたいと思います実は私はですね 20代大学に入って空手部に入りましたがたまたまその空手がですね小刀流空手でした小刀流というのは日本空手道を作った創始者です小刀界空手の創始者船越義陣先生の武術を学ぶことによって私は船越義陣先生の教えをですね体にぶち込みましたそれ以降55年続けているわけですが 越義陳先生の思想はですね一子同人です。一子同人というのはですね今盛んに言われているダイバーシティ多様性を受け入れようとどんな人でも差別するなといろいろな肩書きとかですねいろいろなその持ち物なんかを持ってですねその人が偉いだとか低いだとか言うなと。 すべての人間を同志線で見てですねどんな人とも仲良く生きていけという思想ですこのダイバーシティ多様性の思想をですね船越義陳先生は一志同人という言葉で伝えてます来週もしかしたらですね一週間一志同人についてこのシリーズやらさせていただきたいと思います皆さんこの今週一週間ですね えー、水吾くんについてお話ししてきましたが皆さんいろんな困難にぶつかった時にですね迷うことや立ち止まることがあるでしょうけれどもその時是非黒田官兵衛の唱えた「水吾君を思い出してみてください。はいこの1週間お付き合いいただいてありがとうございました。